プロデュアはマレーシアの自動車メーカー。ダイハツ工業とマレーシア資本との合弁会社で B セグメント以下のクラスのコンパクトカーを中心に製造・販売する自動車メーカーである。セランゴール州に本社を構える。1993年にプロトンに続く第二の国産車メーカーとしてペルサハーンをオトモブルケズア、通称プロデュア社が設立された。 この時の出資比率はユーメガワットコーポレーション、ダイハツ工業、MBM リソーシズ、PNB エクイティリソーシズコーポレーション、三井物産、ダイハツマレーシアである。2001年、新たにプロドゥア、ダイハツ工業、三井物産の出資で、車体製造会社とエンジン製造会社を統括する、持ち株会社、プロドゥアオートコーポレーションが設立され、製造部門はダイハツが、 個会社化している。もともとはプロデュアをスモールカー専門とすることで、やや大きめの車種を扱うプロトンとの住み分けを図っていたが、2005年には同じセグメントに属する車種が両社から相次いで発売され、直接競合することとなった。この勝負はプロデュアの圧勝となり、その結果2006年にはついにプロトンを抜いて、マレーシア史上最大手に躍り出た。 プロトン同様、政府の保護政策の恩恵を受けられる、国内市場への依存度が高く、イギリスなど14カ国にも輸出しているが、年3000台程度の規模に止まっている。今後は、輸出を、さらに拡大する方針で、インドネシアへの進出が計画されている。プロドアベザプロドアールスプロドアカンチルプロドアクンバラ、国一部を除き、すべて、ダイハツの姉妹社である。ありがとうございます。